毎度おはようございます。明るく楽しく元気よく、本日もご安全にどうぞよろしくお願いいたします。ということで、浦安納品完了。これより右やな、右合図、右速報よし。はい、茨城県守谷の方へ進んでいきたいと思います。そう、今日は二軒おろしですね。左側が東京ディズニーランド、来てみたいな、楽しんでみたいな。ディズニーランド、もうお客さんめっちゃ多いと思う。今ももう駐車場いっぱいいっぱいやったから、うん、もう大盛況で遊べる感じですね。浦安から乗って外観から常磐道で、やわらインターチェンジまで行きたいと思います。本日もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。めちゃめちゃええ天気、晴天、交差点よし、 OK。 お、ここあれなんや、宇佐美とエネオスウィングが並んでるんや。ヒロ兄の見覚えのある道でしょう、この辺は。庭やね、絶対この辺の鉄鋼団地で頑張ってヒロ兄は働いております。違うか。積みに行ってるんか。さあ、浦安もちょっとで乗れるな。ヒロ兄って言ったらはーいって言ってくれそうな場所やな。右速報よし、オッケー。封鎖中、外観まで5キロ、ういー、ゆっくり、はい、はい、入りました。首都高湾岸線、右合図、右速報よし、OK。よっしゃ、じゃあ外環道へ入っていきますか。まだまだまだ、左やつ、左速報よし、はい、 OK、 入った、よっしゃ、入りましたね。これでどこやった、三里まで行って、常磐道やったっけ。お、これやな、これやな、常磐道、はい、左合図、左速報よし、はい、常磐道イン、まだか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 、よし、こっちから来てよかったな、こっちから来てよかったね。葛西の方から上上がって、なんか小菅のところ通ってこようかなと思ったけど、めっちゃ渋滞しとったから、こっちを選びました。よしよしよし、常磐道、五郎ちゃんも常磐道に来るんやけどね、石岡まで行くからこっち来るんやけど、僕の方が早かったです僕がもうちょっと渋滞にハマっとったら、五郎ちゃんと常磐道で平行スライドでした。残念。じゃあもうすぐ守谷で降ります。遠く遠くに IRS のトラックが走っていきました。ありがとうございます。あれ、もしかして同じとこで降りる、ちゃうよね。よっしゃー、守谷降ろし終わり完了。引きの荷物を電話いたしましたところ、電話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 をつなぎまして、最終的には筑西市、筑西から大阪高石向けとなりました。ということで、294から125でちょっと行きってみた。全然知らんけど、ちょっと行きって言ってみました。国道294番から125番で、
ちょっと筑西の方まで行きたいと思います。すげえなこの道、めちゃめちゃ道悪いな。ガッタガタやん。鉄人って書いてある。すげえやんか。ガタガタしておりますよ。 OK、 落ち着いた。よし、これやな、これやな、これやな。左合図、左側方、よし、はい。これで294から125へ。また行きってみた。125は言うんやろね。294とは言えへんやろね。なんか 2x4 みたいになってるやん。つく方、よし。よし、これで125へ入りまして、積み地に近づいてまいりました。おー、あの左斜め前に見えてんのが筑波山なんかな。そうやろね。ご立派な山でございます。もうすぐ到着してしまうな。12時やな。中入って待てるんかな。めちゃめちゃ山が近づいてきた。めちゃめちゃ近づいてきたで。どこまで行くのやら。まあもうちょっとで到着やろうけど、入れなかったら止めれそうやな。ちょっと外で待っとこう。めちゃめちゃのどかなところに着きましたね。特に誰もおるわけでもなく、筑西市公園なんや。あー、これ草切ってくれたらめっちゃ遊べそうやないな。ちゃんとトイレもあるし、めちゃめちゃのどか。さあ、じゃあここで12時1時になったら積んで帰りますか。とりあえずは、とりあえずはアンコロ餅でも食べておきましょう。これ240円もしたんや。いや、でも半額やったんで。あんころ餅、うますぎるやろ。うん、このこしあんっていうのがいいよね。うん、やっぱあんはこしあんに限るわ。粒あんもいいんやけどね。でもこしあんが好き。まあ、しゃあ、積み込み完了でございまーす。積んだ積んだ。やっぱりバラが好きやった。めちゃめちゃバラやったやん。ということで積み込み完了でございますので、ただいまより帰りたいと思います。予想外や、予想外や。もう発泡スチロールがめっちゃ置いてあったから、やった発泡スチロールやんと思って、帰りに発泡スチロールやん、これやったらいくら満載になってもええなと思ったら違うかった、全然違うかった。ということで、これより上層から圏央道入りまして、厚木まで行って、海老名か、海老名まで行って、新東名でスパーンと行けるとこまで帰りたいと思います。いやー、絶対暗なるな。着いたらもう真っ暗やな。いただきます。あれからひたすら走って御在所までやってまいりました。到着、御在所9時、今日の修行時間は9時、12時間で収めました。で、まあ明日6時に出てもこれで9時間空くし、ダブルカウント3時間で今日の15時間以内もセーフやし、よし、なんとかかんとかで、へー、着いたわ。途中ほんまに圏央道の何やったかな、落下物渋滞か、落下物渋滞にはまった時は焦ったな。うわー、これはやばいなーとか思ったけど、まあまあなんとかかんとか、こ
ここまで、御在所まで走ってくれたんで、あとは明日、そうですね、6時に出て、まあ2時間で8時、もうそれ以上前に出ることはできないんで、6時に出て、8時半までに着いたらええということなんで、まあまあまあ、法律限界で走るんでね、いっぱいいっぱいなんで、それでもし何か言われても、無理ですだって、法律だもの。ちゃんと積み上がった時間で、こっちも待機した時間、積み上がった時間っていうのがあるんでね、何を言われてもそれ以上は限界です。間に合いませんということで、ただいまよりもうちょっとお湯沸かすことすらもうちょっと疲れたなと思ったので、じゃじゃーん、お弁当買ってきました。ファミリーマート肉盛り豚焼肉弁当、よし食べよ。バランは先に取る派です、はい、何それえぐいってっていう声が聞こえますが、わ、高菜に豚焼肉に、ポテサラに、これ何やったっけ、磯辺揚げに、ハンバーグに、ウインナーに、唐揚げに、卵に、スパゲティに、コロッケ、最高やん。コロッケからうますぎる、マジうますぎる。今日食べたのさ、あれあんころ餅だけやから、マジうまい、やばい。高菜、この赤いのなんなんやろ。うん、この高菜生かしてる。だってさ、普通お弁当ってなんか高菜のお漬物ってちょっと入ってますやん。それ取ってご飯の上に乗っけんやから、そのスペースをこれに変えてくれて、もともとご飯の上に乗っけてくれてるというこのファミリーマートの親切さ、うまい。卵先行こう。幸せ。磯辺揚げは絶対うますぎるで。唐揚げいってまおう。うん、お弁当の唐揚げにしては何？皮の部分と油の部分があったから、口の中でじゅわっとしたで、今。ええ感じや、もうちょっと欲しい。もうちょっと欲しいよね。もうちょっと長さ欲しいよね。うん。まあ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 。うん。うん。あ、ハンバーグうまっうまっ、うん、はあ、うまかった。ごちそうさまでした。よし、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。朝5時40分なんとここにですね、釣ってくれてるものがございます。ほら、こういう感じで、釣っていただいたのはアップにすると、でで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 で
でん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 でいうことでございます。ありがとうございます。間違いなくこのタバコ2つは僕のんじゃございません。マルキング師匠のものですので、コンコンしてみたいと思います。起きてんかな。カーテン開いてるわ。これそうでしょ。あ、わかりました。じゃあ行きます。ありがとうございます。行きます。よしよし、帰ろう。さあ出発をいたしましょう。おろしは高石でございます。まだまだ暗いよ。あ、これ暗い時に撮ったらどんな感じになってんやろな。まあまあ明るく映ってんのかな。今は東名阪道、もうちょっとで鈴鹿っていう感じでございますね。さあこれより名阪国道を越えて西名阪、そして阪和道、仙北有料道路かを使いまして高石へ向かっていきます。めちゃめちゃ寝起きやな。6時出発やけど40分45分ぐらいに起きたな。帰ってまいりました、阪和道。よっしゃよっしゃ、これ左で降ろ。よし、左あいで左先行。よし、はい。さあこれで高石まで行ってお荷物を下ろしたら終わりっていうわけじゃございません。本日の業務がございます。今日どうなんやろ、コンテナあるんかな。コンテナはなかったな。なんかトラック便があるって言うとったな。よっしゃー、じゃあ荷物下ろしたら今日も頑張りますか。今日も工業地帯は煙を吹いて頑張っとる。納品完了、交差点。よし、しゃあ、粒のさ、一人でほんまに奥まで行って、長い長い、まあ、建材なんですけど、長いのを積み込んでさ、一人でほったらかしやったのに、降ろすとき5人ぐらい来てくれて、ほぼほぼ何もしてない。あ、やりますよーって、僕ら派遣なんでーって、することないんでーとか言って、なんか全部降ろしてくれたんやけど。めっちゃありがたい。ありがとうございました。ということで、会社に帰って、今度はトラック便の卸しかなをしたいと思います。よし、じゃあマルキング師匠にいただいた朝ごはんを食べよう。会社帰ってきて一段落、大きいウインナー、ありがとうございます。なにこれ、ハミーマザカレーパン、ありがとうございます。なにこれ、果実分 100% やって、砂糖とか使ってないんや。なんか高そうなオレンジジュース、これモーニングでいただこう。あとブラックコーヒーもありがとうございます。いただきます。とりあえずカレーパンから食べよう。売れ筋人気、うまっ。よっしゃ、もう一個食べよう。大きいウインナー、いいね。小さくなく大きくなくちょうどいいウインナー。へへ、どういうこと。うん、うまっ、うん、うまっ。このウインナーのパリパリ感、あ、マジうまい。
ファミマのこのパン甘いね。うん、やばうまうん。果汁感すごいね、これ。うまっ。うまい。待って、これめっちゃうまい。あ、全部いってまいそう。もったいない。うん。なんか体に刺激感あるわ。ビタミン C ががっつり入ってきた感じがする。忍ぶ食品やって。よし、ちょっと休憩しよう。昼からのトラック便まで休憩。よし、終了、帰りましょう。しかし、あっこのハンバーグはめちゃめちゃ美味しかった。あっこね、メニューの名前が面白くて、ピーターパンだかな、なんかそんなんとか、なんかもうメニューの名前がめっちゃ面白いんですよ。今度またね、しっかり動画撮りたいと思います。あっこのハンバーグは最高です。これまた師匠におごっていただきました。ははははは、朝昼とおごってもらった。うまいねー、ほんまに。いやー、なんかオフ会とかいう、そういうのじゃないけど、ほんま、なんか皆さんと一緒に、焼肉サコンに行きたい。焼肉サコンに行きたい人、皆さんで行きたいなーという方は、ぜひぜひコメントください。ははは。うん、ちょっとね、みんなで食べに行きたいなとか思います。よし、じゃあ帰って終わりにしよう。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日があるかわかりませんが、また明日お会いいたしましょう。さようなら、おきに。